はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、美女ファイター、18禁サイト、〇〇写真流出、仕掛け人はレジェンドファイターについてです。なんと驚きの情報が入ってきました。いわゆる18禁サイト、エロサイトの方に、美女ファイターが掲載されているということでした。ほんまかなと思ったところ、これは本当で、リンクを踏んだところ、ここから先はアダルトコンテンツが含まれております。18歳未満の方のアクセスは固くお断りします。ということでした。で、おすすめ、セキララ。と書いており、入浴写真のぼやけたやつと、おっぱい写真のぼやけたやつ。まあこれはビキニか下着を着てるやつです。で、大股開きの写真が載っていました。すごいなぁと。これは隠さないとやばいんじゃないかと思ったところ、全然隠すどころか、ウェルカムなのが、実は三浦彩香選手です。まあ、彩香ゾンビと言われ、ワンで活躍してる選手です。なぜこんなエロサイトに登録したのかわかりませんが、まあおそらくビジネスのためでしょう。というのも結構いいビジネスになるみたいで、おすすめセキララで投稿3件なのですが、月に1100円くれます。で、フォロワーが34人いますので、おそらく4万円ぐらいは入ってくるのでしょう。まあ1割取られたとしても3万6千円ぐらいは入ってきます。これが100人になれば3倍の10万となっていく寸法ではないでしょうか。そこで積極的に総合格闘家の三浦彩香です。投稿しない写真や動画をアップしていきます。いろいろ調整するので温かく見守っていただけると嬉しいです。ということで積極的に募集しているそうなので、もし三浦彩香さんのファンの方がエロい画像見たければ加入していただければと思います。僕は頻尿好きなので、あまり興味はないのですが、ぽっちゃり好きはいいのではないでしょうか。ただこれ問題ではないですけども、どう考えても写真撮ってるのは我らの性欲七光山本アーセンではないでしょうか。アーセンが撮った写真をエロ写真として見れることができるという何重にもアーセンファンにも楽しい、そして山本キッドさんファンも支えれる、三浦彩香ファンも支えるということで非常にグッドなコンテンツになってるかわかりません。ただこれは正直甘いと言って甘いエロだと思います。今まで、まあ一昔前ですけど、渡辺久枝選手ですとか、キングレイナ選手は AV 疑惑が出ています。まあ疑惑というどころか、まあまあいろんなものが出てるのですが、ちなみにキングレイナ選手はあれは別人だと言い張ってるそうです。キングレイナ選手は奇跡のデブの A カップみたいな感じで出ていましたが、あとは三浦彩香選手がこの乳首の境界線を超えるかどうかです。ルピコン川と言ってもいいでしょう。そこを超えるかどうかで今後の選手生命に関わってくると思います。さすがにこの乳首の境界線を超えてしまうと、色物扱いとなってしまいますので、そこはどうにかして山本聖七位からアーセンがタックルで止めてほしいものです。あとは間違えて乗せないことを祈ります。ただこれ思ったのが、三浦彩香選手がすぐに30フォロワー行きましたが、これもしかして中井凛ちゃんがやってくれれば、まあ僕は頻尿好きなので興味はないですけども、まあ1500円かける300人ぐらいは集まると思います。そうするとなんと45万円で、おそらく手数料引かれても40万円ぐらいは入るので、かなりの収入になるのではないでしょうか。あとは乳首の境界線を超えるかどうかです。この万里の長城と言える乳首の境界線を超えるかどうかで変わってくると思います。ただエロというのはビジネス的なすごい正しいのです。スターダムという女子プロの団体があるんですが、なんとこの4年で売上が7倍の15億円、経常利益はなんと 2.5 億円と超儲かってます。いわゆる今までの女子プロではなく、もうアイドルみたいに可愛いちょっとぽっちゃりした人たちが常に試合をし、推し活、もう正直エロい目線でしか見てないと思いますが、推し活をし、そこで利益を上げ、団体が潤い、女子プロレスラーが潤いで、アイドルが入ってきみたいな、すごいいい循環になってると思います。ですのでビジネス的にはエロは正義ですので、乳首の境界線さえ超えなければいいのではないでしょうか。おそらく名プロデューサーである我らの土色サメアダ、ナポリさんマチフよりハワイアンデブナ、ミックンもこれに目をつけ、なんか、エロの地位を勃起させたい、とわけのわからないこと言って、エロキングダウンを発症させるのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日10時からライブ配信ご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。